おはようございます。今日は2017年11月28日火曜日です。これからね、福岡を経由して東京まで、行ってまいります。全行程バスの旅、ね、総走行距離が、1400キロを超える、ね、長旅ですけどね、きちっとねレポートをしたいと思います。ちょっとね昨日からね、喘息の薬を変えたんですけど、また気分がおかしいんですね。ちょっとムカムカしてるんですけど、まあね、その他の体調は問題ないのでね、しっかりとレポートをしたいと思います。では行ってまいります。はい、福岡まではね、このバス、サンマリンライナーで向かいます。この駅から乗るのは私しかいないようで、全体でもね、今日は6人の方が乗車されます。約4時間ちょっとの、旅、このサンマリンライナー号で味わいます。はい、一応ね、このバス後部の方に、化粧室、トイレがついてます。はい、こんな感じで福岡まで行きます。乗車お疲れ様でした。宿宿しますね。まもなく到着いたします。お忘れ物のないようにご注意ください。はい、こんにちは。無事に博多駅に着きました。今のところね、317km を走行しました。これから、夕方6時50分発の博多号で、1150km 先にある、バスタ新宿に向かいます。しばらくお待ちください。はい、こんばんは。キングオブ深夜バス博多号、予定通りね、はい、お客様に、ご案内申し上げておきます。本日大変長くお待たせいたしました。本日に施設を入ります東京駅博多号をご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより東京の方まで皆様とお供させていただきます私たち西鉄バスは博多営業所に所属しております。ただいま運転しておりますドライバーの方、小林、私荒牧と申します。2人で交代をしながら安全運転並びに定時運行を務めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。なお早速でございますが、到着予定時刻の方ご案内申し上げておきます。これより先、車の方を渋滞なく順調に流れまして、バスタ新宿9時25分の到着予定時刻とさせていただきます。なお、明日、朝首都高速こちらの方若干、ラッシュ時間の重なり合いますので、首都高速混雑した場合は到着時間遅れる場合ございますので、あらかじめご理解とご了承のほどお願いいたしておきます。なお、本日から明朝に聞きまして、お客様の工程の方をご案内をしていただきます。本日、時間にしまして、10時前後であろうと思っております。山陽道は山口県は鯖川サービスエリア、こちらの方でお休みのご休憩を約10分ほどお取りいたします。こちらので休憩した、しました後、バスの方は仕切りカーテンをいたしまして、消灯の方させていただきます。またそちらの方に近づきましたら、こちらの方からご案内いたしますので、案内をいたしましたら、重ねてお休み目でご準備、ご案内をいたしておきます。なお、鯖川サービスを出ますと、バスの方、カーテンを閉めまして消灯いたします。その先、バスの方は CNS 文庫と入ってまいりますので、途中何箇所か、バスの方は、パーキングの方に停車してまいりますが、車両点検並びに乗務員交代のみの停車となっております。お客様は本日は山口県は鯖川サービスエリア、明朝明日の仙巌休憩でございますが、
順調に行きますと6時50分前後予定出しております。静岡県は静岡サービスエリア、こちらの休憩で、こちらのサービスエリアの方で朝の休憩をお取りいたします。お客様の降りる休憩地、この2カ所のみの休憩となっておりますので、それ以外は緊急時外、車外出ることはできませんので、あらかじめご理解いただくようお願いいたしておきます。なお、車内設備につきまして簡単ですけどもご説明いたしておきます。ただいま車内の温度25度で、温度の方自動設定いたしております。こちらの方暑かったり寒かったりいたしましたらご遠慮なく上面までお申してください。できるだけ、温度の方調整してまいります。なお、お問いの方ですが、進行方向を向かいまして、バス右側、ちょうど、テレビのモニターがございますが、モニターの真下に、階段ございますので、階段降りられましたら突き当たり、トイレとなっております。なおドアの方は手前に引いていただきますとドアの方開くようになっております。なお、おトイレに入った際鍵をかけましておトイレの方を払えてください。鍵をかけますと使用中の点灯ランプ並びに換気扇の方が自動的に回りますので、鍵をかけましておトイレの方を払えてください。なお、流す際ですが、黄色の点灯しているボタンがございますので、このボタンを1回押していただきますと自動的に流れるようになっております。なお、ボタンの方が、消灯いたしましたら点灯するまでお待ちになりまして、点灯した後にボタンの方を押していただきますようお願いいたしておきます。なお、正常便座シートの方をご用意いたしております。便座シートをご使用のお客様は、ご使用後は備え付けのゴミ箱の方に捨てますようお願いいたしておきます。なお、シート関係につきましてご案内申し上げておきます。プレミアのお客様につきましては、シート前のシートボックスに、取り扱いの説明書が付いておりますので、そちらの方をお読みになりまして、ご使用なさってください。なお、リモコンの方は、壁側の方に、リモコンの方ついておりますので、お取り扱いの説明書をお読みになりまして操作なさってください。こちらの方電動シールズを載っております。なお、プレミアのお客様以外のお客様につきましては肘掛け、内側でございますが、ボタンが2つございます。1つのボタンはリクライニングするボタンとなっております。なお、もう一個のボタンは、足の背が上がってまいりますので、そちらの方もご利用になられてください。なお、本日20名様ほどご案内申し上げます。リクライニングなさる際は、6割程度でシートの方を倒されますようご協力お願いいたしておきます。目いっぱい倒されますと、後ろのお客様足元付近が全く動きが取れなくなりますので、6割程度でシートの方を、倒されるようご協力お願いいたしておきます。
おはようございます。こちらの方7時ちょうど、7時ちょうどに出発いたします。
誠にありがとうございました。降りの際は車内に、お忘れ物がないよう今一度ご確認の上お降りください。網棚の上、シートの前ポケット、毛布の下、お忘れ物よくございます。またトランクの手持つ、こちらの方もお忘れないようお願いいたします。また東京インターより、渋滞のため遅れて到着となっております。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしております。ご了承ください。こちらのバスは交差点の方に、停車いたします。福岡向け、合流の際は、こちらの階よりもう1階上、4階からとなっております。
お疲れ様でした。どうも。お待たせしました。